おはようございます。クラシックギタリストの高橋義太郎です。いつもね、当チャンネルをご覧いただき、あるいはお聞きいただきありがとうございます。それでこちらのね、投稿している音声とかね、動画をご覧いただいてお分かりかと思いますけれども、当教室ではですね、発表会ごとに生徒さんは有志でアンサンブルを行っております。ここ最近、ここ2年ぐらいですかね、いう形ですけれども、やらせていただいて、非常にね、発表会も、盛り上がりを見せているんですけれども、きっかけとしましてはですね、最近ですけれども、こうやる気のある生徒様が増えてきてですね、なんとなくこう、やってみたら面白いかなという感じで、こうじゃあやってみましょうかという感じでこう始めたというのがこうきっかけです。で、そうは言うものの、私自身ですね、アンサンブルの経験というのはほとんどありません。3人以上の合奏に至ってはもう生徒時代もゼロですね、経験がゼロです。だからこう演奏終わった後ね、生徒様同士でこう話している姿とかを見るとですね、指導しながらもこうなんていうか、生徒様のことを羨ましく感じる時もありますけれども、非常にね、生徒様こうやりがいを持ってね、こう感じて演奏されているように、こう私にはこう見えます。で、こうアンサンブルをね、行う上でこう私がこう見て感じる、ね、大切なことというのは、こう対人関係かなというふうに感じております。もちろんね、うまい下手、下手よりは上手い方がいいに決まっているけれども、あまりですね、実際こうやってみると、あまりこう下手だから嫌だなとか、そういうのはあんまり感じないんですね。やる気さえあればこう結構なんとかなるものかなというのは感じているんですけども、それ以上にとにかく対人関係というのが大切かなというふうに感じます。まず会場に着いたら、こうメンバー同士ちゃんと挨拶をするとかね、あるいは時間を守ること、ね、あるいは生徒様同士でこう諸々の約束というのをこうどうしてもする必要があるかと思うんですけども、そういった、ね、約束を守ること、本当にそういった基本的な対人関係というのが、ね、大切かなというふうに思います。よくその学校なんかでは人との約束を守らなかったりすると、世の中に出てから大変なことになるよというふうにこう先生に怒られたということって、こう人によってあるかと思いますけれども、もうそのアンサンブル自体がその世の中そのものなんですね。だから社会に出てから大変な思いするようじゃなくて、約束を守らないとそのアンサンブルでは本当に大変なんですね。でやっていけないんですね。だからその本当に基本的ではありますけれども、そういった対人関係をね、しっかり大切にするということは、非常に重要だなというふうにこう、見てて感じております。でもですね、そうやってしっかりと基本的な対人関係とかね、を大切にされてきた方々、メンバー同士というのは、さらにね、人間関係が強固になってですね、普段の学校とか、会社では得られない、非常に大切な財産に、大きな財産にこうなっているようにこう私にはこう見えて感じております。生徒様にとってもね、プラスになることが多いアンサンブルですけれども、私にとってもね、非常にこうプラスになっております。演奏の経験もなければ、当然指導の経験なんていうものは余計ゼロです。で特にゼロだ、全く経験がないというのは指揮ですね。これはもう全くしたことがありません。もうギターを弾くだけでですね、3拍とかってこう指揮をするなどということはありませんけれども、どうしてもこう人数が増えてくると、生徒様だけではこうまとまりにくいということで、ちょっと指揮をお願いできますかということを言われることもあるし、あるいは指導の際にどうしてもこう私が指揮をしなくちゃいけないということもありますけれども、指揮のやり方というのは全然わからないんですけれども、でもなんとかこう、
まとめてこう例えばリズムを理解してほしいということで、もうどうやったら伝わるかなというふうに考えて、私なりにこう試行錯誤しながらこう行っておりますけれども、これがですね、私自身にとっても非常にこう勉強になりまして、どういうところでそのプラスを感じるかというとですね、現在自分が弾いている曲ですね、それにも非常にいい影響を与えていてですね、その自分が今弾いている曲を楽譜を見ながら例えば指揮をしてみるんですね。そうすると例えば音の長さとかが間違っていたなというふうに気づかされたり、あるいはこう流れを変にこう止めていたり、不自然な表現の箇所がこうあったなというふうに気づかされて、こう、曲を見直す上で、あるいはこう自然な流れを作り上げる上で、非常にその指揮というのは役に立っております。やはりこう指先ではなくてこう体全体を動かして音楽を感じるというのをこう大切なのかなというのを考えさせられましてですね、その指揮というのは本当に勉強になっています。まあ、結果的にこう教えながら学ぶというような感じの日々が続いておりまして、まあ、本当にねこういうまだまだこう勉強中の身である私にですね、ついてきてくださる生徒様というのは本当にありがたいなというふうに感じておりますけれども、今後もね生徒様たちとねよりこう充実した発表会作り教室運営というのにね努めていきたいと思います。まあこれからもね発表会全体に PR して無料でね公開する発表会も企画しておりますので、興味のある方は発表会まで足を運んでいただきたいと思います。はい、それではね今日も一日お元気にお過ごしください。ありがとうございました。